ロゴクラッカー、ジャック昔の広告クラッカージャックは、アメリカ合衆国のスナック菓子のブランド。糖蜜でコーティングしたポップコーンの中に、ピーナッツが混ぜてある。おまけの玩具が付属することでもよく知られており、ポップカルチャーでは限られた価値しかないものを指して、クラッカージャックの箱の中に入った、警務員、A クラッカージャックボックスと表現する。映画、ティファニーで朝食を、 2は、クラッカージャックのおまけの指輪に、ティファニーで名前を彫らせるシーンがある。このおまけは1912年から封入されるようになった。クラッカージャックの原型は、FW、ルエックハイム・ルックハイムによって1893年の、シカゴ・バンコク博覧会に出品された、ポップコーン・ピーナッツ、糖蜜を混ぜたもので、この時は、キャンディード・ポップコーンピーナッツと呼ばれた。 1896年には、コンクリートミキサーに似た機械を用い少量の油で、ポップコーンが互いにくっつかないようにする技術を発明。これを振る舞われたセールスマンが思わずザッツ、クラッカージャックと声を上げ、これが商標に採用されたという。1918年に、マスコットとして発表され、犬のビンゴと共に箱に描かれるようになった。 セーラー服の少年セーラー・ジャックは8歳で世を去ったルエックハイムの孫のロバート少年の姿をルエックハイムが図案化させたものである。商標登録は1919 19年までされなかった。アメリカ海軍ではかつて採用されていたセーラー服の制服を指してクラッカー・ジャック・ユニフォームと呼ぶ。1964年、クラッカー・ジャック社はボーデンに買収される。 そのボーデンもグループ解体に伴い1997年フリートレイにクラッカージャックのブランドを売却した。日本国内では1969年頃からアメリカのリーフ社と合弁のカバヤリーフ社より販売された。ありがとうございます。